します。お願いします。それではまずは順にご挨拶からいただきましょう。まずは時矢役を演じられました佐藤さん、はい、お願いします。木下時矢を演じました佐藤勇です。本日はお暑い中誠に本当にありがとうございます。見に来てくださって、これからまあいろいろ4人であんなことやこんなことを話していきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ではそのお隣です。ゆう役を演じられました岡本さん、お願いします。皆さんこんにちは、岡本玲です。こんなにたくさんの方に集まっていただいて本当に嬉しいです。今日は少ない時間ですが皆さんと楽しんでいけたらいいなと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。続きまして新役を演じられました佐々木さん、ご挨拶お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは、吉井です。なんで笑うんですか。申し訳喋ってないですもん。今日は皆さんと一緒に素敵な時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後に横井監督、ご挨拶お願いします。はい、監督の横井です。本当に皆さんお暑い中、コメントたくさんの方々に来ていただいて、大変嬉しく思ってます。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。監督が思わず眩しいという感じでしたけれどもいよいよ完成しましたね。はい、ね、いかがですか今の気持ち佐藤さん。いや緊張してました裏でも。本当ですか。そんな風には。あ、でもここ来たら慣れました。でも慣れました。はい、よかったです。意外と控室の方が緊張しました。はい、緊張しました。そうですか。やっぱり、はい、お客様のね反応も気になるところでしたね。そうですね、どう見てもらったのかなっていうのが、まあでも大阪で一回試写やった時から、はい、その時からずっと思ってたんですけど、はい、それはもう毎日不安でというかドキドキでいっぱいでした、はい、そうですか。そうですね、まず恋の話というか、はい、それの時点でまず難しいなってまず思ったのと恋のお話は難しい。あんまりね、恋愛とかもそんなに大してしてないのでそこはノーコメントですね。はい、あとラブストーリー的なものもあんまり見たりとかしないので。あ、普段ご自分で新鮮でして読んで、で話もそうちょっと切ない、すごいいろいろなんか前後したりもするので、結構なんだこんがらがったというか、そういう難しいなって最初考えて、うん、そうですか。そんな中でまあね、岡本さんとのラブストーリーあり、はい、佐々木さんとの男同士の友情ありみたいな感じだったんですけれども、実際やっていく中ではどうでしょう。やっぱりやればやるほど難しいなって感じですか。そうですね、うん、いや、やればやるほど本当難しかったです。そうですか。お二人と共演してみての印象はいかがでしたか。印象、はい、今まじまじとご覧になってらっしゃいます。でもまあみんななんか多分ここにたツッコミの人はいないので、みんななんかふわっとしているっていう普段は。でもなんかやっぱツッコミ、いやそんなことないんですよ。いつもボワーンとしている感じで、で最初もなんかこんにちはみたいな可愛らしい感じで、でもなんかお芝居が始まるともう全然違くてすごいなと思いましたけど。そうですか。じゃあそのボワーンとしてらっしゃるという岡本さん、はい、はい、ツッコミですか。どちらかというと、いや、もう本当に私ボワーンとしてない方なんですよね。でも、うん、この役であまりなんか元気いっぱいとかなんか力強さがすごいあるとかそういう役ではないなと思ったんで、普段からゆっくりその言葉を選んで喋るようにしてたりとか。ああ、なるほど、なるほど。何ですか？何ですか、佐藤さん。全然全然聞いてない。そうだなと思って。あ、そういう感じだったかなと。はい。そうなんですね。まあ、ゆうちゃんっていう役は、まあ、記憶喪失でという、はい、結構こう、ね、難しいところもいろいろとあったのかななんて思うんですけど。そうですね。今まで元気いっぱいな女の子しかやったことがなかったので、まず台本を読んだ時にすごくやりたいと思ったし、でも本読みの時点で
ちょっと弱すぎるとか芯がなさすぎるっていうのを監督に言われたりとかして悩んだ部分もありましたね。なるほど。こうちょっと弱い女の子なんだけれども、でもこうね、はい、中にあるものはあったりとか、そのバランスを取るんですか。そうですね。そうですか。佐藤さんとは初共演ですよね。はい、ね、今回、はい、はい、いかがでしたでしょう。いや、なんか初めはすごいクールな無口な感じなのかなと、すごいやっぱりちょっと緊張されてたみたいで、はい、全然話もしなくて、でも撮影始まるとすごいなんか天然な、はい、天然な男の子だなっていう印象でした。まあ、年上ですけどね。2歳上なんですか。そう、なるほどね。でも本当にこのままな感じで現場でもいるので、うん、じゃあもうそのまま言葉を返すとするならば、ほわんとした方、ほわんとした、どうでしょう佐藤さん、今のは大丈夫ですか。はい、まあ全然大丈夫です。僕も緊張してたんで最初は。やっぱりね、最初初めましてっていうのはね、本当にだからほわんとというか、最初すごい元気なイメージがあって、テレビとか見てた時とかも、まあ、アイスの主に他の作品とかでも出てるの見て、はい、普段からそういう人なのかな、人なのかなと思ってたら、もう全然違くて、うんうん、びっくりしました。そうですか、意外な一面もあったと、はい、なるほど。岡本さんからご覧になった佐々木さんはいかがでしょう。岡本さんからご覧になった印象としては、あ、私は、はい、あ、そうですね、もう本当に初めにその本読みしてるときに、すごい監督の言うことを細かく書いたりして、すごい真面目な、几帳面な、繊細な人だなっていうイメージで、でも本当最後、今でもそういうイメージですね。イメージ変わらず、佐々木さんは多分変わらず、ただ二人ともほわーっとしてまるでキーワードのような、はい、3人の共通項みたいな感じなんでしょうかね。じゃあそのもうお一方、ほわんとしてる方に、ほわんとしてないですか。はい、でも佐々木さんにとっては、はい、映画は初めて。はい、初めてです。はい、いかがでした、初めての撮影現場。そうですね、うん、まず僕の演じる役が、最初監督に言われたのが、福田さんジャイアンだって言われて、ジャイアン、なんか一番最初に見た目が思い浮かんだんですね。でもあれを演じるのはちょっと難しいなと思って、なんか太らなきゃいけないのかなとか、いろいろ考えちゃいますよね。なのでまあちょっと反抗期な、ちょっと制服とかもダボっとして、ちょっと悪い感じの生徒ですかね、を演じるように頑張ってました。ちょっと不良っぽいとか、はい、喧嘩っぽいだったり。なるほど、はい、結構ね、ゆうちゃんのことを好きで好きでたまらないっていうあのシーンは、そうですね、僕の一番のおすすめシーンですね。あ、おすすめですか。自分で見せたら、うん、あれ本当は足がここら辺までしか映ってないんですけど、うん、私たちもすごい内股になってもしかしたらもうメイキングの方に入ってるかもしれないので、よかったらご覧ください。その内股は役作りだったんですか。なんかそうなっちゃったんですよ。あ、はい、なんかそんな気持ちだったんでしょうかね。はい、なんか小鹿みたいになってました。小鹿みたい、はい、いいですね、とってもキュートな感じで。ありがとうございます。ね、でも岡本さんにとっては、素敵な男性から、はい、もうね、二人から思いを寄せられるという、はい、はい、もうおそらく今日いらっしゃる女性の方はもう羨ましい限りであり、男性の方にとってはこの2人の男性が羨ましい限りでありというね、はい、感じですけれども、はじめ、もし僕と俺とっていうのは、もし俺とは本当に本読みの時に教えるんで、はい、違うんです、もし点点点点点もしって書いてあったんで、それを間を詰めて、もしもし付き合ってくれたらって読んだら、監督さんが大笑いしてて、あれは面白かった。ありがとうございます。で、岡本さんはちゃんと素で反応してくれたんだよ。そう、なんかあれは初め、あんなに私も笑うっていう設定のストーリー
けじゃなかったんですけど、あれで笑わないのはおかしいだろう。まあ確かにそうですね。かなり衝撃な一言ですもんね。はい、監督にとってもじゃあかなり衝撃な出来事が多い映画だったんでしょうかね。あのいや、そんな衝撃ではなかったんですけど、僕としてはやっぱりその、まあ、佐々木君も佐藤君も小浜さんも、みんな僕から見るともう倍近くお年頃がこう下になるので、その感性ってやっぱり違ってたりするんですよね。でその部分をこういい具合にというかですね、演出も含めてなんですけども、その持ってるものをいいところをこう うまいことこう出せるのがやっぱベストだと思ったんで、そういう意味ではそこを引き出すまでが僕の仕事で、あとはもうやるのはもうそれこそみんなの自由なんで、それがいいかどうか決めるの基準の判断はまた僕はしますけども、そこが出るのはみんなのそのね、この若さの力なんで、そういう風にしたところちょうどあんな告白シーンになっちゃったんですけど、とても個性的な告白シーンになったと。なるほど。でも今の話を伺っていると、結構監督さんに自由にやらせてもらった感じですか、出演者の皆さんは。なんだ監督、でも本当に一個一個丁寧に本当にやっても、テストをやってから本当にその表情だったりとか何だったりとか、もう一個一個本当に自分ができなかったっていうのもあるんですけど、丁寧に丁寧に教えてもらって、で何回もやらせてもらって、で今回表情が大事なとか、表情で表すシーンというか多くて、でそれがすごい難しくて、でお互いやっぱりなんか言っちゃいけないじゃ分かっちゃうので、最後本当にその微笑んだりとか悲しんだりとか、その彼女を見てどう思ったかとかの表情とかが本当になんかうまくいかなくて難しくて、俺微笑んでるつもりなんですけど、なんかエロくニヤついてるみたいな監督に言われて、いやああと思ってもう一回やったりとかすると、なかなかでもそれでもできなくてっていうんで、何回も何回もやらせていただいて、本当それがねトラウマになりそうなぐらい。でも本当だからなんか自由っていうより自分でもやってみて、ですごい丁寧にそこからこうだろうっていうのを言ってくださったから、めちゃくちゃ勉強になったというか。そうですか。